こんにちは、なんです。前髪切りすぎたかも。今日はちせちゃんと遊園地に行きます。おお。ちょっと急がないと。じゃあやりましょうか。遊園地に行く前のランチのメイクの動画。最近太陽が暑すぎるので、皆さん気をつけてね、肌を。まず、日立を。次、ファンデーション。ちゃんと太陽にカバーできるように。これだよ。うん。雲やばいね。ランチの雲。もう疲れたとかじゃなくて、もうお母さんもクマひどいし、 DNA だよ。塗りすぎたかも。パフでギュッギュッとします。やべえ、急がないと。でも眠たい。3時間しか寝れてない。あ、今日のカラコはレンシスのサンドベージュつけました。その次、コンシーラーでちょっとクマとかいろいろニキビとか出てきたの隠すね。これいい、これいい。その次、このさっき使ったコンシーラーでよ、今前髪に色を入れてるから真っ黒な眉毛、まつ毛を茶色にするために、まずちょっと色を薄くするコンシーラーで。よし、次。これはちょっと汚いけど、アバンディケイのスプレーフィクサー。遊園地本当に久しぶりすぎて、ちょっと緊張してる。に注意とけ。お腹痛い。かな。その次、ピクサーをピクサーまで塗ったら、パウダーを塗ります。ちょっと緊張してる。だからお腹痛いのかな。ランチって緊張するとすぐお腹痛くなるから。眠たくて目がちょっと開かない。ちょっとしか開かない。よしよしよし、これでいいや。この次、シェーディングをする。時間が早すぎる。ギアのシェーディング使います。あくびめっちゃ出る。顎のシェーディング終わったら、ちょっとちっちゃいブラシ使ってね。うな。したら暑すぎてびっくりした。だからちょっと何着ようかな迷ったけど、夜にはまたちょっと涼しい寒いって感じあるから、半袖ねは無理。あ、急いでチークします。最近ここにあるのが流行ってるから、ランチもちょっとやってみる。どうかな。イエイ。その次、アイシャドウ。はじめはこのちょっと肌と似てる色でベースを塗ります。ちょっとちょんちょんしてるちっちゃいブラシでさ、さっき塗ったチークを目の下に塗る。こう目の下に同じチークを塗ったら、さっき塗ったチークがもうちょっと自然に見えるって感じ。塗りすぎないようにね。その次はこの色を目の上に全部塗る。よし、できた。どこまでしたっけ。
あ、その上のシャドウも全部塗ったからアイライナーを買います、描きます。これうん、よし。よし、ちょっと違くなっちゃったけどしょうがない。今初めてやる時間がない、初めてから直す時間がね、ここないもん。でランチのここの袋を描きます。最近ここに袋を、袋2個描くのハマった。じゃん、よし。このあとこれでラインを伸ばすって感じで、もう犬とドリンゴ、うん、続けます。これで下のラインも描きます。で、涙袋の線も描く。そろそろ終わりが見えるぜ。このちょっと濃い色で目の ここだっけ、よし、そろそろアイメイクが終わる。これを使ってキラキラ、キラキラを使って涙袋に塗ります。うわうわ、ここにこれちょっと多すぎるから、ここにちょっとピュッてして、指をチクチクって、こんな感じで塗る。よし、塗った。見える？キラキラ。そしてビューラ、ビューラで眉毛をまつげこう上がって、上がしてマスカラやります。どう？綺麗になった。こっちも同じようにします。ここはあんま綺麗にできなかった。よし、これでアイメイク終わり。うわ、遅れたの全然忘れちゃった、どうしよう、早く早く。その次は眉毛で後ろだけ、でブローマスカラをやります。ちょっと茶色になるやつ、何でも言っちゃって、これの名前も使って、よし、本当に最後の最後、最後の最後、ハイライト塗る。よし、塗っと使って、ちょっとこう見えるようにするよ。よし、本当に終わった。で、これで OK、 終わったよ。どう？ちょっとやりすぎたかもしれないけど、じゃあこのままもうちょっと準備して
ロッテワールドに行きます。ロッテワールドの Vlog もいっぱい見てね。ありがとう、見てくれて。今日もバイバイ。